世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。さあ、まもなく試合の方が始まります。 T リーグ、この和光市での一戦です。舞台の上での対決ということになります。第一マッチはダブルス。この T リーグの場合はダブルスが大事だということは本当によく言われることですけれどもね。そうですね、上田のサーブで始まりました。最初のポイントはこちら側です。 TT 埼玉のポイント。今ね、1本目から松島が積極的にチキータで行ったんですけど、それがいい距離を取りましたね、はい、今も懸命にその松島がチキータで、2本対応していましたけれどもね、はい、うん、埼玉としてはもう出足の2本パーフェクトでしたね、うん、そうですね。ようやくワンポイント、はい、ようやくと言いますかワンポイント返しました。松島は今のように、はい、相手がチキータで来るという時ですね、今もロングサーブ2本連続でロングサーブですよね、はい、この相手のチキータを外すこのロングサーブが非常にうまいんですよ。はい、思い切り打ち込んでいきました。77番のそれ、いやでも松島もこのボール1本よく取りましたよね、本当ですね、はい、それがそのボールをまたねストレートに、打ち込みましたからよかった、はい、得点になりましたけれども、うん、そのそれのサーブです、うん、それを田添が返して、3球目がアウトになりました。3オールです。まあ、松島、田添も昨シーズン一試合だけですけれどもね、最後のところでね、はい、ペアを組んでおりますけれども、最後のところといいますか終盤で組んでいるんですが、良かったですよね。良かったですね、はい、これからこのペア増えてくるということは言えますね、はい、うん、よかです、まあ、田添選手はとにかく出た試合すべてダブルスで、シングルスでの出場は昨シーズン一試合もなしでね。そうですね、まさにダブルスのスペシャリストっていう形ですね、起用が多いですよね、はい、でダブルスで出た時には11勝3敗という素晴らしい成績を、残しているのが、まあ、曽根篠塚ペアで、それだけの数字を実は出してます。この時は最後篠塚ソメペアで6連勝したんですよね、試合の方がね。そうですよね、ですからね、それをそのやっぱ勝率を聞くとですね、やはりどのチームの監督もダブルスはすごい非常に大事だということをお話しするんですけれども、ダブルスで勝率の良かった TT サイドもやっぱチームでなかなか勝てなかったっていう、そうなんですね、なかなかね昨シーズンはこういろいろなこう勝利の方程式が覆ったり、また新たな方程式ができたりと、まあ、そんなこともありましたよね、はい。さあ今バックへバックへという形で対応させました埼玉側、まあ、今は結構もう今埼玉側がずっともうパワーの形で点数取ってます。これもそうですよね、ですから先頭を取ってるように見えるのは木下ペアなんですけれども、ちょっといい距離感を取れてますよね、このボールに対しても上田がきっちり、はいはい、自分のタイミングで打てる距離感になりました、はい、結局ダブルスはもう特に、まあ、卓球自体が位置取りのスポーツって言われてますから、もうこの位置取りをしっかり取れると取られると逆に相手は苦しいですね、はあはあ、そうすると今のようにちょっと無理をしなければいけないっていうことも出てくるんですね、はい、もうこれで7連続得点で一気に点数リーにしました ね、 ういうね、はい、あっとこれはネットです。この上田のね、いいよいいよっていうのがよく試合中あるんですよ、それがミスした時、はいはい、ミスした瞬間に言うんですけども、うん、狙ってるボールを狙ってミスした時には、はい、もうそれはいいミスだと、そういう考え方なんですよね、はい、お2ポイント続けて取って、この辺りは踏ん張って次のゲームでつなげようという形の木下側ですが、松島そら落ち着いてますよね、そうですね、大きく息をね吹いて、はい、さあ田添のサーブ、どれ、あ、うん、
これは結果的にはバックハンドが打順をオーバーしまして、まずは PT 埼玉側が第1ゲームを取りました。この第1ゲームいかがでした？第1ゲームはもう本当にもう先ほどもお話しましたけど、やっぱりもう最初、はい